皆さんこんにちは。シカゴの ITA の岸岡と申します。本日もよろしくお願いいたします。先週はですね、シカゴからデトロイトまで出張ドライブで行ってまいりました。夜中の1時に出て、だいたいあれですね、翌朝の7時に着いて、まあ、そこから仕事をして、翌日夕方に戻ってくると、まあ、東京大阪間ぐらいのですね距離を、まあ、日帰りで、夜中にですねドライブして戻ってきたという感じになりますが、本日もよろしくお願いいたします。続きまして、アメリカ進出丸2の括弧2ということで、アメリカの働き方、仕事の仕方ということで、ちょっとシリーズ化してですね、この辺を中心に初級編をですね、続けてまいりたいと思います。前編ではですね、シリコンバレー中心にですね、日本企業の断り方マニュアルといったものがアメリカの企業の中で出回っているというお話をしましたが、まあ、あまりにもですね、表敬訪問的な訪問が多すぎるということで、まあ、この辺をですね、少し減らしたいという米企業がかなり出だして、まあ、この辺を垣間見てる方、弊社アドバイザーにもですね、ゆくゆくは登場してですね、どういった実態なのか、また日本企業が心がけていくべきマナーですね、習慣を、もっともっと理解していく必要があるということで、我々アメリカサイドでもですね、そういった話をして、戒めているという話をしました。またカルチャルな部分でダイバーシティの理解ですとか、そういったことを理解を深めるためのおすすめの教科書ツールなどのご紹介ですね、ココナッツ型また、桃型の、社会文化の違い、そういったことからする超会員制企業、および社会、まあ、我々がですね日々心がけるべきポイントなどについてお話をさせていただいたと思います。本編ではですね、それに続きまして、アメリカでの働き方仕事の仕方の、理解をさらに、深めていこうということで、前編かなり、長かったのですね、もっともっと短くして短編化していってくれということなので、パワポの資料24枚からですね10枚にしたんですけども、収録時間は変わらずと、いうことで、今回は3ページに、まとめました、のでよろしくお願いいたします。特にですね、アメリカの年間通じての事業活動や適切な訪問のタイミング、についてですね少し、話してほしいという、ご意見が多かったので、それについてお話しさせていただきたいと思います。まずはじめですね、少しでも分かりやすく、また覚えやすいようにですね、どんなことをイメージしたら皆さん、伝わるかなと考えてみました。アメリカの方でですね、特に農業ですね、まあ、農業大国だからということではないんですけども、各国のマーケットの農業、中心にですね、少しその主要作付けの、作物をですね、見ていただくと、まあ、どういった、時期に何をされているのかっていうのをですね、理解を深めることで、まあ、事業そのもの、企業活動もですね、まあ、そういったバックグラウンド背景を踏まえてですね、日々の生活を行ってきたということで、照らし合わせることができるのではないかなと思って、こちらを用意しました。ファーマーズアルマナックですね、こちらも Google マップで、Google でですね、さまざまな、リソースが出てまいりますが、アメリカの場合ですと特にトウモロコシ、麦、大豆、などですね中心として、まあ、芋などもありますが、まあ、主要、作物につきましてですね、いつ頃、まあ、特に3月4月にですね作付けされて、まあ、それがアメリカの方のこの右側のマップで言いますと、大体9月から11月あるいは10月から12月といったように2ヶ月ぐらいかけてですね、収穫がなされると。南部の方はより早い時期の、収穫になるので、まあ、そういったことも踏まえてですね、各地域でどのようなものが取れるのかと、いうことでですね理解を、されると分かりやすいかなと思います。こちらがですね、どこでどのようなものが作付けされて収穫されているのか、まあ、もちろん各年でですね、作付けされるものもあります。トウモロコシも、その年、作付けしましたら翌日は大豆とかですね、切り替えが行われますが、下のですね年度表、年表をですね、見ていただくと、大体ですねサマータイムが始まる3月8日ぐらいからですね、3月頃から作付けが行われて、9月10月11月あたりですね、場合によってはこの辺ですと12月もですね、
収穫がなされるといったものもございます。サマータイムの終わりの11月1日ぐらいがですね一つの目安となっておりますので、まあ、その期間ですね、もともとは省エネ節電の、を目指すために導入されたサマータイムですけども、州によって導入されている地域がございますが、子どもたちにも、農業を手伝わせるという意味で1日を日照時間を少しでも長くするという意味合いで作られた制度なんですけども、これをですね作物を産業米に置き換えるという発想も大事かなと思います。例えばトウモロコシや麦などをはじめですね大豆ちょっとずつ時期が異なりますので、まあ、そういったものは産業によって異なるんだなというイメージ感を持っていただくと、ご自身の中でですね今後、スタディしていく際にはうちの産業っていうのは大体こうなんだということと照らし合わせていかれると、分かりやすいかと思っております。したがって、まあ、こういったものをですね、クロップの予定表をスタディしていただくと、どういう時期が、まあ、タイミングとしてはいいのかということに、結びつけられていくのかなと思います。それでは実際にですね現実の社会ではどうなのかということに照らし合わせますと、日本の場合ですね、特にちょっと不思議というかですね、大きなハンデとなっているのが3月末にですね、お役所をはじめ企業、教育、学校関係ですね全てが、まあ例外ももちろんありますけども、多くの、団体組織がですね、この時期に集中してしまって多くのリソースを同時に取られてしまっているということが大きなハンデだなと思っています。特に、政府業界団体の補助金ですとか支援金などですねに基づいてアメリカ進出や、営業展開の、ファンドを受けてですね活動される場合ですと大体4月からですね、企画立案、まあ、予算付けされていたものがですね形となって公募が始まって、6月7月、場合によっては8月頃にですね、採択企業が決定されると、いうことで、9月頃にですねこちらでの活動内容策定が行われて弊社にですね市場調査依頼が参ります。でその上でですね、10月11月12月あたりにですね訪問してくるというような流れになってますので、ちょっと相当遅いタイミングでですね、こちらでの展開になってしまうというのが大きなハンデです。また最近の日本はですね休みがアメリカの約3倍ありましてですねこれも大きな、ハンデとなっております。アメリカの場合ではですね先ほど農業の場合、お話ししましたけども、1月2月あたりはですね既存先ですねいわゆる、農業でいうと、自分のところのですね農機具、などのアップグレードを、定期点検補修また購入ですね、種を、購入したりですね、既存の事業の、強化、に、当たれるということで、アメリカの場合も、他の民間企業の場合もですね既存先、新年度の予算獲得また前年度の予算の余りをですね獲得するための、争奪戦が行われていまして、今まさにそういった時期でございます。これがですね先ほどのサマータイムではないですけども、3月頃から徐々にですね、新規ごとですね、新たな事業やジョイベン、M&A はじめですね、またこういった技術導入を、していこうという新規ごとの話につきましては3月4月頃ですね、非常に活発的に行われるようになります。アメリカの場合のお役所ごとは、個人がですね4月15日、が納税申告で、法人の場合が3月15日となっておりますので、若干ですね微妙にずらしてありますのでこの辺が重なってですね公私ともに、菩薩されるというタイミングが、あまりないので、ご心配ありません。また学校関係ですと、まあ、卒業式が中学高校の場合ですと6月ということで、まあ、大学は5月という大学もありますが、大体まあそちらもですね少しずらしていますので、広いアメリカにおいて卒業式に、出席する親御さんなどをはじめですね、その辺の、配慮がなされていてですね大体6月この大きな矢印が、記載されてますけども6月頃までにですねその年の全てをやりきると、特に新規ごとですね、やりきるというイメージ感を持って活動しております。
また9月からですね、既存先、企業ですね、顧客、サプライヤー、ベンダーさん、との、仕事が中心となってですね、12月末まで突っ走るということで、あの年度の、予算消化に向けてですね、様々なプロジェクトが動いたりですね、詰め切るという流れになっておりますので、9月以降に動いてこられると、まあ、非常にまあ不利というわけではないんですけども、ちょっとご苦労します。ということで、半新規といいますがですね、まあ、半分新規ではないんですけども、2回目3回目の訪問、をそういった時期に当てられるというのは十分に、考えられることですので、特にまっさらな状態で聖ハローから始まってですね、やる場合には2月、3月、4月、5月と、まあ、この辺がですね、あの非常にいいタイミングではないかと、されております。多くの関係者、またあの成功しているですね、販売代理店並びにセールスレップ関係者に聞きますと、また同じことを、おっしゃっております。1月、2月や、9月以降ですね、非常に、暴殺される時期ですので、よほどの、提案率があれば別ですが、なるべく避ける工夫努力をすると。また、2月から5月にですね、できればそういった集中、新規ごとはですね、多くのリソースを割いて、十分にですね、活動を、強化していくべきであるということで、まあ、ここが日本の年度末に重なるというのが非常に、大きな痛手で、また4月末から5月ゴールデンウィークなどですね挟みますので、辛いところであります。日本企業でもうまくアメリカで、行っている会社っていうのはですね、こちらで進出、事業設立、登記してですね、事業展開する際には、この辺をですね踏まえて、大体年に3回から4回、アメリカの代理店からすると4回はちょっと多いかなという意見が多いんですけども、少なくとも、まあ3回というのは非常に、数字だねということで、上期、1月から6月まで2回、またあの下期で1回と、各10日から2週間ですね、たっぷりとあの代理店とともに顧客訪問したりですね、顧客と一緒にプロジェクトの打ち合わせなどに、時間を割いて、行かれると非常に有効かなと、考えられます。それでは次回はですね、今度は1週間単位の中で、またあの1日の中でと、いう部分において、アメリカ人、またアメリカの方々ですね、どういった活動、のトレンドがあるのか、についてお話しさせていただきたいと思います。またあのパートナー企業の方々にも、間もなくですね、登場いただきたいと、思っておりますので、今その辺の日程も合わせて、打ち合わせをしているところでございます。本日も視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録はじめ、ライクを、していただけると今後の投稿につながると思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。